ちは。改めまして、私は79歳佐藤千恵でございます。日本クラウンから出ております。そして去年3月11日の日、この日は絶対に忘れることができない、また忘れてはいけない日でございます。そして会社の方でそういうあの気持ち、それからあの大勢の方がつないで流されて今もなお見つからない方が大勢いらっしゃいます。そういう方々の海底に眠る御霊の鎮魂歌としてこの歌が出ました。私は全国回ってこの歌を歌って、現地の方でない知らない方にも皆さんこの東北のこの震災の話をし、この歌を歌って皆さんにこの今の状況を、厳しい状況、また一生懸命頑張って復興に努めている状況、皆様にお伝えして、でこの本当に皆様の悲しみの歌を伝えております。今日はこうして皆様にお目にかかれたこと、本当に嬉しく思っております。一生懸命歌いますから聴いてくださいませ。ニコの楽団で歌わせていただきます。光栄でございます。よろしくお願いいたします。Thank you.
기타를